こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon から届いている Amazon セラフィーズタックスインボイスの意味です。そのお知らせとともにですね、こういうふうな、8%何か。8%は日本の消費税です。ですので今までかかっていなかった Amazon への手数料の日本の消費税8%がかかるようになったと。ね。日本の税務当局との話し合いで決まったんでしょうね。で、日本だけの、これ取り決めなんで、世界的にはあまり影響がないと。ということで、Amazon のね、これセラーフィーズ、FEA のフィーを計算する、計算機ありますけど、それにはこの8%は一切考慮されてません。まあね、15%でかかる8%なんで、それほど大きな違いは、為替の影響とかに比べればありませんけど、一応、まあ日本人の出品者ってね、全体の比率から言ったら微々たるもんなんで、まあ反映されるということはきっとないと思います。このお知らせは、日本の消費税がかかりますというお知らせでですね、特にできることもないので、何も対策はしなくて OK と。で、ちなみに、計算機の方には反映されてますかっていう質問もあったんですけど、反映されてません。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。